やっほー、こんばんは、どうも、元気ですか皆さん。何人見てますかね。やっほー、ちょっと今から来ます人みんな、ちょっと部屋飯してるみたいで、あ、こわ、こわコメント。うるさしか、なんでよ、こんばんはって言ってうるさいってあるね。ちょっとね、みんな部屋飯してるみたいだからちょっと待ってくださいね。ってことで、お帰りなさいませ、ジュレット。やってきました。今日はとりあえず一人みたいです。なんかコメントくださいな皆さん。ですね、誰かまず教えて。知ったけ、ジンです。私は五十嵐ジンです。はい、なんか冷たいやつが多いな今日。意地悪かみんな。本当に優しくしてお願いだから。名前聞いといて、そうなんだって。はい、ジンです。カメラどっちか。乾杯。一人じゃ喋れない、ね、今何気分、寂しいよね。一人はね、一人はあれよ、ちょっといじめだよこの店本当に。皆さん来るまで待ってくださいね。よし、従業員来たかなと思ったら全然スタッフだったし。ああ寂しいな、今日はこんな感じか。じゃあちょっとなんか遊ぼうかな。かわいそうだな俺、いじめられてるみたいだね俺。どうしよっかな、もうやめようかな明日。ふりかけ今日入金したらもうやめようかな今日俺。で15日給料取りに来るよ多分。あ、全然質問ください、ちょうだい質問、ちょうだい質問。はい、何ね。いいよ、何でも何でも答えるよ。あ、やばい、ちょっと最近脇汗がやばいっぽい俺。見えるかな俺、やばくねこれ。脇汗がねやばいっぽい。何、いや、何食べたい、何食べたい。ああ、ご飯ね、今日
今日は焼き鳥じゃないかな。焼き鳥食べたい。おごってよ。約束ね。焼き鳥食べたいけど、ってか脇汗やばいっぽい。ちょ、あれだね、これ悪いやつがいるな、コメントしてるやつ。1人か2人か、まあなんとなくわかるよ。うん、お前だな。お前か、誰か、陸か、お前は陸か。やばいっぽい。名前、何人？はい、五十嵐人です。はい、脇人ですね。よろしくです。みんなあれじゃない、あのあれ、脇汗垂れてこない？俺だけかな。こっちからこうやってから脇汗がピッていかないよね、普通ね。今日はね、はるさんとせっさん、たくみ、あと新しく入ったゆいぴーが来ますね。はい、あ、これ脇汗吹いたやつだった、忘れてた。あ、はるさん来るよ。はるさん早めに来るっぽい。あとせっさんはしこってるっぽい。うん、私結構オナニストだから。誰も LINE 来ないし、遅刻するってかわいそうじゃない俺ね。何人、五十嵐人。はい、面白い。あ、死にたい、帰りたい。もう帰りたいけど、俺誰か早く来てくれないかな。これは新しいいじめだな、これは本当に。こんばんは。いやー、よいしょ、お待たせしました。ハルさん、いじめすぎっす、俺のこと。寂しかったっす。お待たせしました。一人で寂しかったっす。まさか、本当にまさか。あいつら悪いやつだ、みんな。そんな、もう俺辞めるの、みじゅり飛ぶからな、俺。ハルです。ハルさんです。ハルです。いや、売りかけ払ってよ、ちゃんと飛ぶから。どう飲みますか？お酒はいらないですか？何でもありますお酒は。いっぱい。本当だ、うちのか。一回これうちのじゃないと思うんですけど。え、あ、いや、いいんじゃないですか。お酒飲みますか、やっぱり。飲みますか。なんで脇汁？あ、脇汁、脇汗がちょっとすごいみたい。質問してるやろ、九州の人。沖縄って言ってるさ、何回も。沖縄です、私は。はい、沖縄です。聞こえてますか？はい、私は聞こ見えてます。聞こえてなくて見えてます。沖縄です。はい。苦方言苦くはない。脇汗は苦くはないよ。どういう質問かな。脇汗は苦くはない。あれ、あ、私は、はい、22歳です。はい。今年23歳になりますね。売れます。こっちに詰めるんですか。うん。おっ、せっさ。あざっす。とりあえず、みんな遅い。もうずっと一人で、一人でだいぶ、もう1時間くらい喋ったのかなと思って。すいません。あれ、たくみは、たくみはわかんない人は、いつはまた。はい、せいやさんです。あはい、しゃーす。はい、で、今日は新しくゆいぴーがゆいぴーが来るんで。さいらっしゃい。さいらっしゃい。にがにが。いやいやいや。なんか受けたかったですか？
俺のアラームアラームすげえ遅いじゃん起きる時間ゆいぴいいですか早くまーすいいねあとみんな5分くらい早ければハルさん微妙に体透けてないですか本当だついにああ千と千尋のああなくなるえこっちただ上倒れるこれで透けてるのやったすごいえ初グレーがやったこちらがゆいぴーでーす初ですすいませんうえいきますいきますすいませんケンジはグレーじゃねえって言ってたいや僕酒屋なんでお酒持ってきましたすいませんああ助かるすいませんあ次はポンコツの登場かこれあグレーっぽいんですけどグレーってもなんか2種類ですねスケルですねあのそういうこと俺のスケルですかわお。スケあ、名探偵コナン。すいません。あら。名探偵コナンでーす。何面？イケメン。やった。とりあえず、早めに乾杯しましょう、皆さん。あいや。とりあえず、俺を一人に残して。謝罪すらないのか、お前たち。11分で。謝罪すらないのか、お前たちは。11分遅刻すいません。遅れました。遅れました。遅れました。すいません。すいません。一人で喋れないのかとかコメント来てたから。喋れないのかコメントもないのに。ひどいよ、それは。マジひどいと思う。一応、うちのボスやから。それはひどいな、みんな。じゃあ、ハルさん、レギュラー化してないですか？そう勝手に入れちゃいます。ハルさん、レギュラー化してる。1回起きとかじゃないですか、大体。あ1、2回セッサンも、セッサンもなかなか頻度高いですよ準レギュラーですね呼んでいただいてるやったこれで、ね、早く乾杯しましょうしましょうかレモンの方がいいですか大丈夫元気ですか皆さんやいまあ今のところは安定に面白くないと思うんではいこれから面白くしますよ誰か始まりましょう始まりましょうじゃあここでどうしますか揃いましたか乾杯やったしゃやったいただきまーす遅刻すいませんすいません遅れてすいませんはいすいませんせいせいせい全然謝る気ねえなまあどうぜどうぜやっぱりうまいこれっすかよし何しますでところで今日企画がはいちゃんとあるですねはいおまあ多分匠が得意なのかなともしかしたらハルさんお意外となんだなんだなんだまあ、ゆいは初めてだからはいさあ今日の企画はいやなんだドロロ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 なんもありませんいや逆にやりやすい相変わらずなんもないっていうハイパーフリートーク得意のなんもないやつ全員で直感無理全員で直感いいねそれやります全員で直感バーンとやって死ぬねやりますかいいんじゃないですかやりますやりますかそれかテキーラ多分あ、てか俺こんなやろうと思ってんのかテキーラ誰がいっぱい飲めるか対決ここですか営業前に営業前に待ってあのキャストさあれにしようよじゃんけんで負けたやつにしようよって言ったらテキーラこのメンバーでってこと違う違うあのロミジュリでじゃんけんしてもう幹部関係なしあ違うこれ飲む死ぬねえやろみんな全部幹部だったら朝食ね上が死ぬ店一人営業できなくなる一人どころじゃないの、うんうん、何しよう今日こぶねーこぶねー今日こぶよ今日こぶ今日はこぶ、まあ、だって入金日だもんねそうだねだよそりゃこぶよ入金日かいやそれこそ僕初めてなんで何話してるんですか自己紹介自己紹介自己紹介からなんですか自己紹介体見えないようにしないでください首落ちるやつですよね
手品師。ゆいぴー自己紹介いいですか。はい、すいません、まだちょっと1ヶ月も経ってないんですけど、もうちょい声張ってまだごめんなさい、1ヶ月も経ってないんですけども、ちょっと今回ロミジュルに入らせてもらったゆいです。お願いします。イエーイ、お願いします。ゆいぴー34人目。マジナンバー34。今35っすよ。すっげえ、やばー、そんないっぱいんだ。のうち沖縄が14。やばいね、大半占めてますよね、すごいな。ハブ&シーさんですね。ゆいぴーどこなの出身は。僕が兵庫県です。あ、うん、コテコテ尼崎ダウンタウンの印象が強い兵庫県です。はいはい、いくついくつ。僕が26です。よいしょ、うん、はい、思ったよりも言われないですよね。タバコを買ってもなんかこう年齢確認とかリアルにされるんですよ、こう部屋着で行ったら。かわいい。それが本当に悩みで。悩みで。ちょっとかわいい、かわいいアピールしちゃってる。かわいいアピールしちゃってる。かわいいです。かわいいアピール。なんやったらかわいいです。じゃあ乗っかりました。匠年齢確認されないでしょ絶対。うん、されない。中3からされない。年齢確認って何と思ってるもんね。年齢確認でなんか結構さ、いろんなニュースになったじゃん、一時うん、梅沢富美男さんとかがさタバコ買おうとしたら、明らかにさ梅沢富美男なんてもう20超えてんじゃん。20どころかもうね、おっさんじゃん。なのに年齢確認をする必要があるのかみたいなニュースとかさ、あんなの見てて年齢確認で何と思ってたの。というとだから年齢確認しなくてもよくないんだよ。じゃあ法律はもう全無視ってことですか。いやいや、法律じゃなくて橋から落ちたね、プロポーズした人。あれやばかったっすね。沖縄ね。え、どうだ、沖縄なんだっけ。沖縄宮古島でプロポーズしてオッケーもらってテンション上がりすぎて橋から飛んで、橋からあれ飛んだんすか。いやなんか渡ったんすよ、くぐったんすよ。どうしたの、なんなんすか。なんかテンション上がってイエーイってやったところ、落ちて死んだんすよ。ニュースでも人生やりかねそうっすよね。酔っ払ってどういうこと、テンション上がって橋から落ちちゃったの。プロポーズして、プロポーズしてもらって、あの目の前で死ぬっていう。ロミオと、あ、ロミジュリっすね。ロミジュリっすね。繋がった、繋がった、ダイレクトアから繋がった。俺たちですか。ダイロクフォーからすぐ、そう、酔ってたんだよね、お酒入ってたんだよね。酔ってて落ちたのね。それはしゃあないですよ。はあ、はいはいはい、俺もありえなくはないかな、それは。何、うん、それは俺ありえなくないな。でも悲しいっすね。悲しすぎるよね。プロポーズ OK です、OK です、イエーイ。残された方が嫌だよね。ほっとしていました。そうっすよね。でもまだ婚姻届書いてないからいいんじゃないですか。そういう問題、そういう問題ですか。プロポーズ書いてないからギリ。俺だったらプロポーズしてそいつ落とすけどね。高井はどういう感じ。ああごめん、高見さんの番記憶ない。高見さんの今の時間記憶がないもん。なんか言ってた俺。誰だ俺を突き落としていってるやつは。お前だろ、分かるよ、もう俺はお前分かった、あいつだよ。誰だあいつは。誰だお前は。今日自由やな、今日フリートークの日っすか。今日自由に、今日自由に、ね、縛りだし。違うんだよ、昨日さ、アジ食ってさ、あの、2日3日経ったアジのフルコース作ったんだけど、6匹ぐらい使って。マジ、何作ったんすか。アジフライ、フライフライとアジのバター焼き、刺身とアジで、アラジエっていうの、刺身、刺身、いやいや刺身はさすがにね、3日目のアジは3日目のアジってもう傷んでるんですか。傷ん、もう臭かったんです。それを食べるんすか。それ食ってやばいんだよ、昨日の夜から。お腹マジやばいの。部屋目がマジ。
僕コンタクト入れてないから体見えてないんですかね。え？じゃあ逆に休み何してました皆さん。聞いちゃう？コードブルー見た。コードブルー。ああ。その今やってるやつですか。昨日ですか。サバゲー。ああサバゲー。サバゲーなー。みんなで。楽しかったっすね皆さん。楽しかった。サバゲーはもうやばかった。セスさん楽しかったっすよねサバゲー。あね。セスさん楽しかった。もうすごかったもん。そういえば楽しい。見てたもんな。あれはサバゲーいいっすね。いやあれいい。いやみんなでやったら面白いと思って。セスさんうまかったし。休み。カメラで。久々に運動してね。従業員みんなで行ったんですよ。うん。昨日お休みで、はい。それで、はい。ですね。楽しいのはね、あれ当たった痛いですか？痛いです。あ痛い。あ銃持ってくるの忘れた。痛いよ。なんか最初にやる前に店員さんから説明されて、こうやっちゃダメですよ。ここはこうですよみたいな全部説明されるんですよ。で隙間狙っちゃダメなんですよ。ちょっと隙間があるんですよ。で天井狙っちゃダメですよとか、こういろいろ説明されるんですけど、店員さん。パン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 二丁拳銃で上からバンバンやってて、みんな関係ない、みんな関係ない、ルール無視、全員無視。これ当たったらしかもなんかあの出なきゃいけないんだよね。アウトヒットって言って抜けなきゃいけないですよ。代表多分20発打っても死んでないっすね。本当に実弾じゃねえと知らねえなと。ゾンビっすね。俺100発食らわねえと出ねえから。最終的に店員さん怒ってたもんね。うざすぎて、もうルルル無視しまくって、後半でも呆れてて、呆れてたもうマジでそんな怒るかって。確かに貸し切りしとるし。確かに確かに。あ貸し切りしたんすかあれ。そしたらまんま金払ったんじゃんと思って貸し切りだったね。そっか、いやでもね、もう面白かったっすね。受けた上羅線もしたから。上羅線、上羅線上脱いでやりました。痛かった。うわ痛かったな。上羅上羅線のあれだった。マジでやったんすか。やったやったよ。ガンガン当たりますよ。ホルさんなしだよ。ホルさん上羅線ませんでしょ。いや痛いよ。痛い痛い痛い。ホルさん痛いよ。で跡とか残らないんですか。残って残る残る。かけるくんに関して北斗七星みたいなやつ。伝承さ、マジですか。ずっとひたすらもう裸に痛い痛い痛いっつって、みんな戦闘服とか着てさ、撃たれたらさまだゲーム参加したいからってあんまり分かる、ヒットってあんま言わないで残ったりするケースが多いんだけど、上羅戦の場合に関してはしょ当たりまくって痛いって絶対言っちゃうから。そうか、あもうじゃあもうヒット。そうそう。あなるほど。出たがるから。すんげえ今日まったり。まったりやね。これはまあまあ。まだやっぱりロミジュリだな。俺本当に今日まさか新CM。つまんない回になってるっすね。おられる。まあまあです。前回から新CM でした。あ、前回から。はい。あ、ドフラミンゴっすか。だからあんまり面白くなかったですね。ドフラミンゴ。ちょっと滑ってましたね。あの CM 滑ってたもん。30分で終わりでいいのかな。スタバ感覚で。たけみなんかない。なんもないっす。あ、こいつらにすることなんもないっす。話すこともない。出た出た。まあてめえらの暇つぶしし上げてるぐらいでいいし。毎回毎回ね、こいつらのために企画なんて用意するこっちの目にもなれよ。俺たちが画面越しにいるだけで十分でしょ。なんかお題募集しようよ。じゃあ逆にお前が何やってほしいか言え。逆にお願いします。これやばいっす。これやばいっすね。ググれ貸すっしょ。死ね。ググ自害しろ。自害自害しろ。誰がそんなコメント見返せよ。お前見返してもレックスでそんなこと言うんじゃねえよ。見返せ少し。タグミさん今日機嫌悪いの。ゴミ。
ちゃんとコメントしてん、誰がそんなコメントしてんで、全部見たかお前、見て上で言ってんだから、ここ書いてんだよ。バカじゃねえのかお前。怒りすぎてちょっと噛んでるやん。あ、ほんとなの。強気だから。ネットヤンキーってことさ。ネットヤンキーでしょ。マジきつい、ほんとに。なんかね、黙ろうか、お前ふざけんなよ。画面越しの人間が黙ったら 何が起こると思ってんの。黙ってる姿お前見たいの。バカじゃないの。頭あるんだ。キレるやん。モスキーノ。グイ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 。月曜日。月曜日がお休みでーす。緊急月曜日マンデー。サンデーマンデー中したい。中したい。ちょっと俺マジリアルにうんこしてきていいですか。すいません。俺も直後にうんこする。ホストっていつセックス、いつしました最近皆さん。セックス最近いつしたか。全然してない。先週一人でやるのなしですよ。うん、セックスだね。一人でやるのはオナニーだからね。オナニーですよね。先週かな。誰が一番やつ、やっぱハルさんかな。ハルさん、絶対ハルさん。何がやってそうかな。新人ながら思います。そう。そういうイメージある。なんかモテそう。でもなんかないよりはいいな。なんか水曜日の女、なんか金曜日の女とか。それはない。ハムラ以外のタイミングでしょ。ミヤハルな、うるせえな。誰だろう。おめえが俺とセックスしてからってお前、ちいちゃん俺に突っ込んでくんな。でもタクミは自信あるんだよ。夢見てますよ。タクミ自信あると。キモすぎだ。キモいもん。じゃあお前らさ、キモすぎって何？あの今更って感じなんだよな。キモいじゃんだって。キモいやつにさキモいって言って何？何が起こんの？お前麻婆豆腐にさ麻婆豆腐だって言うの？言わないでしょ。見てわかるじゃんそんなの。バカだろお前。そこ考えた発言してくれない少しの。キモいに。小説をキモいっていう。あいつ。キモいやつにキモいっていう何？何がしたいの？バカ。要は客としかセックスしないの。いや、うん、俺はむしろお客さんとセックスしません。むしろ。え、どうやって知り合うんですか。それはプロの人なんですか。店に行って。いやいや、プロの人って言い方、プロの人。いや、そういうの、うん、じゃ、うん、そういう店はもうしばらく行ってないの、うん、あ、じゃあやっぱ街で出会って。そうそう、出会ってすぐ合体みたいな。下の方 G 見づらくないですか。たくみ顔でかくない。隣が小さい。隣が小さいみたいな。気づけよそんぐらい。お前画面上で物差し測れば分かるじゃん。聞くなよ俺に。俺測ってゆい測れば分かるわ。もう怒らんといてよ。物差しで測る。これがある、これがある。縦も測れよ、こうやって。物差しこれが前出てますからね。俺とゆいの方も測ればいいじゃん。前出てますから。たくさんいじめたらあかんよ。たくさんいじめてねえよ。いつその話したんだよ。たくさんいじめたらあかんよって。お前いつたくさんいじめた話したんだよ。いつだよ、それこそいつだよ。お客さんいないもんね。いない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 。いねえもん。しないではなくできない。そうだよ。殺すわ。店ではめるの。ストリートでセックスの。いや、するしょ。ストリート最後に外でやったのいつ。最後にそうだ。高校生。先週。高校生時。正直そうですよね。リアルなこと言うたら。先々週なんですか。先週どこでやったんですか。逆に早くない。富山公園。地域富山公園。富山公園。富山公園。いや、公園でしょ。匠の最後は先週に酔い込んで、うるせえんだお前さ、面白くねえくせに突っかってくんねん、お前殺すの。富山公園つってんだろ。何歳だよな、12だよ、12。匠って何でだろ、いいよ、仕方。はい、次の企画いきます。はーい、よいしょ。
特別なんだ通企画、今日はあの新しい企画です。新しい企画です。実は考えてましたよ。はい、皆さん待ってましたでしょう。やった。さあこれはなんだ。そうだ、いつもやってる大喜利でーす。画像で一言選手権。結局それ元から知ってたかったこの企画。さあ先にわしは質問に答えましょう。最後にセックスしたか昨日です。よいしょよいしょよいしょ。サバゲ後に。え違うさ、あのサバゲの受付の女の子さ。ああね、2人いましたよ。ジャンルね、あの年齢高いもん。ドラム缶の上で立ちバックした。ちゃっかり騒げ。俺のピストル打ちまくったわ。上から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 後ろからね。後ろから後ろから後ろからもね。ちょっとリアルさ、すみません。やりましょうか。これボロいな。さあやりましょう。でしょ、はい、ペンは下にあるんでペンは自分で取ってください。はい。さあこの今回のこの企画では写真をねランダムに掲示して、その写真ね、あのまあ一言というか、まあ、大喜利感覚ですね。要はやりましょう、やっていくという企画となっております。さあそれではじゃあ始めていきましょう。第1問目こちら。あ、そのすぐ出てた。あれみんな超おもろい。これちょっとわしらちっちゃくしてほしいです。端っこぐらいに。はい、全然待っておきます。その間、はい、皆さん考えてください。どんどん行きましょう。どんどんぼっち、どんどんぼっち。これはね、もうあれだね、これ。はい行きますか。はい早速、はい、写真で一言。メーデーメーデー。シンプル。おー、いやいや、まあまあ悪くはなさすぎ。悪くはなさすぎ。いいんじゃないですか、うん、はい、こういう感じで、こういう感じでどんどん、はい、どんどん出していただければ。はい、ただ漢字がわからないっていうのは。いや、もう漢字はもうひらがなで全然。これ絶対逆でしょ。逆だよ。めっちゃスルスルやんさ。やっちゃったね。やっちゃったね、君。やっちゃったね、君。あー、そこの上に行っちゃうタイプね。あー、いいいいいい。スルめっちゃサラサラ。いや、めっちゃスルスル。そうなんですよ。目目脇汗止まんねはいはい、歌人で一言。これとかじゃないかも。はい、メガネはやっぱりパリミキ。メガネのパリミキ。パリミキってなんですか。ですよね、その CM ですよね、うん、沖縄だけなんですか、知らないの。なんすか パリミキって。知らない。メガネ一番です。上がりメガネ。あります、あります。パリーミガネ。上がりメガネ。パリーミキね、パリーミキ。秋葉原にもあります。パリーミキ。大久保にもあります。パリーミキわかんのみんな。え、ミキティなんすか。やっぱあれはオーダーを。はいはい、写真で一言。いや、やっぱりあのお仕事関係の方だと思う。はい、飯関係は大丈夫ですか。オッケー。飯関係ね。はい、まあまあまあそういうのはそういうのある、そういうのある、そういうのある。はい、はい、写真で一言。めんどくせえなてめえ、変われって言ってんだろ。あ、なんかキャッチセールですね。絶対キャッチセールですね。いいね、今日やってますね。今日やってんね。今日名探偵コナン。今日コナンだ。うん、あ、これこれいいね、このスタイルで、ね、うん、よし、さあ書きましょう。黙るなら書く、書くなら書く、書く、うん、書く、書く、書かないなら喋る。黙か喋る、なんだ。シンキングタイムはなしってことです。もうどんどんもう、はい、今どんどんもう中、どんどんもう。ってことで一旦 CM どうぞ。
ジンさん、今日俺の可愛がってる一番弟子の悩みを聞いてくれませんか。何をどうしたらいいか分かんないです。一番尊敬してる先輩の真似をしてるんだよ。お前の尊敬してる先輩は誰だ。もちろん、イグラシジンさんです。俺たちやっぱり伸びるから。せい、いただきました。目、目は簡単ですよ、結構。マジか。もう俺描こうと思ったらすぐ描けるし、すぐ描けるんだけど、なんかちょっとね、なんかやっぱみんな黙って描くからね、私が喋っとかないとかな。なるほどね。なるほど。全然もうすぐ出るよ。もう今8個頭に浮かんでる。あら。これあのパチパチって書いてる数字、あの今俺コメントしてるから今俺が。このパチパチは桜なんですか。そう思いついた数今。あ、なるほど、なるほど。手何もある。手、アシュラ、アシュラって。いや、それは言われてないの。うん、それは言われてない。とりあえず早くお題書いてみましょう。うん、もう本当にこれ。はい。これはいける。これちょっと、はい、わかんないです。野球、はい、野球知ってないとわかんないです。あのブルペンに電話してます。はい、面倒さ呼んで、面倒さ呼んで。もうめっちゃ好きです。めっちゃ好きです。これいいっすね。これはいい。でもジャック、でも女の子には触らないでしょうね。 100% 面倒さいいね。はいはい、いきますか。はい、写真で一言。メリーさん今どこいるん。メリーさん今どこいるん。一回言ったね。メリーさんに聞くタイプね。そうそうそう、聞くタイプ、聞くタイプ。逆にね。でもこれはね、もうパッと出る。すぐ。もう俺も今12個出てる。そう、12個出てて。1、2分で増えましたね。もう、そうそうそう。うん。そう、もっといいのあるよ、もう。どんどん出そう、どんどん。はい。はい。書く必要あんまない。写真で一言。目白通りのセブンだってば。待ち合わせ中なんですね。はい、セブンの電話振る。はい、行きます。写真で一言。電話じゃなくてメールしてくれる。でや、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 メールしてくれる。メールする。あ、なるほど。はい、すいません、次行きましょうか、そろそろ。よっしゃ。もう俺17個出たんですけど、まだまだ出さないでいる。これはちょっと誰かがもうね、次のやつは俺もう本気でいく。俺も行こう。じゃあ早くな。そうだ、次はもう本気でいく。メール、これはね、もう結構メールしないですもんね。これあれだよね、あのちょっとおかんの格好に似てる。高子の格好に似てる。最初高子かなと思ったけど、こんな格好して、こんな格好で、ね、あのこの黄色とか蛍光色やろう。まあ大体赤のエプロンだから高子はこういう格好まんまですか。まんま、まんま、まんま、脇毛も。お母さん。写真変える。高子は大体そういう感じ常に。さっき最後で、あ、いいです、いいです。写真がありますか。違うです。写真変えましょう。はい、ひカルタシリーズ作る。カルタシリーズ、カルタシリーズ好きなんですけどね。わかる。これ一回しゃがんでもらっていいですか。ちょっと A みたいです。あー、ユーピーしゃがんで、そういう。あー、はい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 、タバコ吸ってあるんですね。はいはいはい、喫茶店かな。はい、これ絶対沖縄の人はわかる。はい、はい、写真で一言、はい、人数確認してます。ヒーフーミー。好き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 。そうですか。今のいいね、面白いね、やっぱり俺でしょ。面白いでしょね。早く LINE、 早く面白かったら早く LINE して、 LINE、 LINE ちょうだい俺にも。ホームステアとかにいる人も倒してる。で、喫茶店ですよね、これ。おそらく、はい、タバコ吸って。写真で一言。はい、例えば落ち着いてるんで、肘かけました。捕まえます。はい、肘かけました。いや、喫茶店なんでこう。いや、ここでわからんかったもん。いや、もう一回飲んで。
ガイガイガイサイコパス一回の一回の一回のどんどん出しましょう。はい、喋るか書くか書くか書くか。はい、まさかヒトラーの若い頃にそっくりで面白いんだけどヒトラーやろうと思ったのに。写真で一言、昼間から何してんだよ官僚それはあかんないいね、国を背負ってるから。いやいい、いいものいいね。もうね節さん今日あるじゃないですか、ちょっとなんかひらめたんすね。ひらめいて今ひらめいたって言ったんですか。すいません、ヒルなんです。ちょっと考えてましたそれ結構ずっとこれずっとこういうのどんどん出してくるどんどんもうどん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 出すのが大事ですよこれ。はい、どんどん、はいはいはい、写真で一言、ひっぱたくぞシンプル、はい、ひひひひらがな読める。あ、いや店員さんなんで、ひじきお待たせしました。よし、一回つこうぜみんな一回つこう、出せばいいってものでもなかったやっぱりやっぱ出せばいいってものでもカズーちゃん当たるんだカズーちゃん当たる。いや、写真で一言、ひがむなひがむなそれめっちゃおもろいっすね。ひがむな違うね今のはいい流れ大事ですね。流れ大事ね。ここで持っていくのいやらしいよね本当に。これ持ってたもん。ひがむな絶対一発目で思ってましたよ絶対今出しただけヒトラー、これヒトラーするんですか。ヒトラーヒトラーこんなロン毛だったっけ。はい、次行きますか。イエス、次行きましょう。すいません、次お願いしますこれはね、手やんでいいよ、受けるな これは、行きましょう。勢い系いけできます。ポンポンポン絶対もう、はい、うん、てい続けましょういけよけいきましょう。いけよけいきましょう。書くのもめんどくさくなってきたな、これ。なんだ、たくみ勝ち。これは面白いできる。うん。どうしよう。あ、やばい。あのね、コメントのやつ面白いのあるけど。つまんないコメントはやめて、ちょっと拾いにくくなる拾いにくい、ちょっと拾いにくいからさ、それはごめんね、なんかあんまりちょっと悪口は言いたくないんだけど、してんのはい、いきまーす。手癖がすごいじゃんはい、写真の仕事、おい、てめえぶっ殺すぞ、お前昨日折れないで、てってれびっくりドッキリドッキリでしたテンパったら正面、はい、全然前の声だね、はい、おいからじゃなかったね、はい、おいでめっこずって言ってるんだね、はい、写真でしょ、はいはい、天狗にならない怒られてるめっちゃ青い人に怒られてるお前では殺せねえよはいはい人類相談てか、爪のとこどうなってる爪のとこどうなってるカーテンみたいな。よしせーはい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 、写真で一言てことです、CM あれあれ、りょうくん
ストーリーやろうよ。あ、いいね、やろうよ。りょうくん、これやろうよ。あ、これね、いいね、いいね。イエーイ。めっちゃいい。いい感じ、いい感じ。俺らとストーリーを作れる場所。ハニー。あのちょっとわがままですけどカルタじゃなかったら嬉しいなって思ってます。すいません。とか、あー来たー、あー待ってたー、 こういうの待ってたよ、これだよ。散々今の間にディスっておきたよね。本当にこれめっちゃイケメンじゃん。本当にやばい、すっげーかっこいいもんな。普通にかっこいい。これこんな目大きくないだろ、はい、絶対。写真で一言。てってれー。それ落ちっすやん絶対。写真指名で来たらてってれー。プラカード上げて。本物です。これはね結構突っ込みどころいっぱいあるもんな。これすごいな。なんか心情を言えばいいんですかね。写真に関して言えばいいんですか。修正って怖いな。ひげねえじゃん。一ミリもないっす。すげえイケメンじゃん、マジで。一ミリもないっす。ひげねえっすよ、マジで。顔、細っ。なってるんです。なんかもうこれ、突っ込むところじゃなくて修正に感動しますよ、すごい。でもかっこいいっすね、こうやって見たら。はい、写真で一言。今から実物来まーす。そうだね、ここに寄せたら本人目の前に来るからね。なるほど。これはすごい。いや、すごいな。こんなだった。新しい洗剤取りに行かないとな。ユイ、洗剤取った。洗剤取れました。取った。取ってます。取ってんだ。あのワイシャツのやつです。ホソス乗ってる？乗ってます。はい。いや、俺取りに行こう。じゃあ俺も変えてえな、洗剤。一緒に取りに行きましょう、今度。よし。洗剤取りに行きたくて、俺。行きましょう。新しいやつ。写真で一言。写真で一言、お願いします。写真で一言。ちょ、このイケメンについて。いやこれは出てくるよ。はい。はい、写真で一言。なんや、このブス。お前や。あれ俺洗剤も取りに行くからちゃんと。もうこれやばいよね。襟足何あれ馬じゃん。あれ筆でしょ。筆けえ、もう襟足よりみんな顔を突っ込むからね。あのやっぱあれだ、本人からするとやっぱあの突っ込むとこは髪型とかなんだ。いや顔はもう文句言えないじゃん、これ。言わざるを得ない顔しよう。どこも突っ込みどこないしこの顔。どこがあるんだっけ。後輩は言えないっすよ、これ。いじれないっすよ。まずお題がまず何よりも難しいっすよ。ここのスタッフ頭おかしいかな。本当に頭おかしい。次行きますか。
すいません。次お願いします。カルタしかやるかな。カルタで何ですか。カルタ行きましょう。出た。おあ、1,2,3,4 4人いってますよね。これツッコミどころしかねえな。これツッコミどころしかない。逆にカッパいじったらダメですよね、これ。すごい。はい、お、いっちゃん写真で一言。お父ちゃんはカップラーメンね。いやだね。やだ、写真が繋がってた。やだ、お題に矢があったんか。やべ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 。あ、もうもう決まった。あ、はい、先行くじゃん。いいよ。はい、行きます。はい、やましいことしたらこうなるからな。やましいことしたらカッパのくせに何かやったんかな。カッパのくせに何かやったんや。いいですか。はい、はい、じいさんお題で一言。いやだけ、カップラーメンだって緑やもん。はい、沖縄市長から。はい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 、写真で一言。やばいやついる。います。絶対います。いる。やばいやついる。絶対いますよ、あれ。いる。それおもろいわ。カッパが言うてるんすか、それ。お前や。カッパ足ないから。浮いてるから、絵の途中から。もう机の途中。カッパにしか目がいかないな。はいはいはい、写真で一言。まあもう人のトライ用なんで、皆さん。ヤスリーダー。誰がヤスリーダーかな。誰がヤスリーダーかな。え、これは皆さんトライ用なんでね、別に。カッパって言ってるかもしれないし、カッパって言ってないかもしれないし。ヤスリーダー。山田さんだけカップラーメン。宮司あったんや。カッパに宮司ついとったんや。いいなぁ、それ。いやぁ、もうこれ勢いじゃないですか。はい、勢いだったら。はい、初心で一言。やりもくなら帰れ。やりもくなら帰れ。誰とやりもくか分かんないけど。いいね。あ、水がやばい。こっちでもコメント来てるんですよ。あ、本当だ。違う、これ何。あ、鼻水がやばい。手になってる。うん、次できないですか。出ないですか。うん、次出ないですか。そうす、次行きますか。はい。あ、はいはいはい。結構出るな、はい、シンプルなのしか出ないな。いっちゃいいですか。いいよ。はい、写真で一言。つっかまえた。いいね、いいね。はい、はい、写真で一言。次はないぞ。うん、ね、そうね、うん、素直に言っちゃうとね、うん、おかしくなっちゃう、多分。シンプルですね。はい、あ、写真で一言。辛いのは俺も。辛いなぁ、高い、辛そうな顔してるもんな。はい、はい、写真で一言。つるとったがいいよ。喧嘩すなや、じゃあもう。はい、普通に行こうよ。はい、写真で一言。連れてけよ、ウルトラジャパン。全然欲しくない。一番外したね、今。ぽくなかったっすね。一番外したね。らしくないね、今。ぽくなかった、らしくないっすね。
生産なんて言ったんですか。辛いのは俺も。辛いのは俺も。優しい、やっぱ優しいな。奥は生産なんですか。なんで奥俺なんですか。どっちかって手前ですね。手前、生産っぽいですね。左の刺してない、串刺してるよね。あ、なんか言ってますね。言ってない、串が刺ってない、貫通してない。こう言ってますね。どういう状況なの。フェンシングみたいなやつ。逆にサラリーマンもなんか持ってません。で、これあれじゃん、あれが刺って貫通してるんだよ。え、刺したの弾。ちょうど下げてちょうどこのタブス貫通してんすか。貫通してんじゃん、釣り竿が貫通してるみたいな。何してないでしょ、この状況。何、あれポケットじゃないんですよ。次々次次はいはいはい、写真です。その釣り目がすごいすごいなお互いお互い辛いねんそのさっきの答えにつながりますね。はいはいはい、写真できたこと。次の人に伝えてことちゃんと言えばいいやん。教わんでええやん。あらということで、今日はね、まあまあつまんなかったみたいで残り1分でございます。よいしょ。早い、ありがとうございます。はい、来てくれて、そう、ありがとうございます。企画用意します。はい、企画用意しますって毎回言ってるんで、もう用意しません。うん、逆にね。はい、もうなんか思いついたらそのだけなんで、はい、もう用意しません、もうノリでいきます。はい、ってことで、今日はあの、はい、ロミジュリ入金日になってますんで、売りかけある人はしっかり来てくださいお願いします。はい、売りかけ飛ばないように。飛ぶんだったらちゃんとあの LINE してください、担当さんに。はい、お願いします。はい、で今月はイベントはまだ特に未定なのかな。なので、はい、なんか勝手に多分イベントすると思います。その時遊びに来てください。今日はありがとうございました。